さらば愛しきプロ野球往年の名選手の野球人生を振り返り良き時代のプロ野球を語る今回のゲストは村上正則さんです日本人のメジャーリーガーのパイオニアとしてサンフランシスコジャイアンツでプレーをしましたメジャーが本物のメジャーだった頃村上さんは侍魂を胸に戦ってきました 村上さんが感じたメジャーの本当の姿とは。そして、二十二人の日本人選手がアメリカに乗り込んでいく今を。村上さんはどう思っているのでしょうか。昭和三十七年、一人の高校生が南海ホークスに入団しました。二年後、野球留学のためアメリカへ。 マイナーでの実績が認められ日本人初のメジャーリーガーが誕生します4万人を飲み込んだスタジアムに響く歴史的なアナウンス口ン正則村上マッシーはいつ会っても若いね何言ってんですか年取らないですねえっ年年<を>いや。 頭が弱いから若く見えるだけですよ。若いなと思って、今日はでもね、大リーガーのマッシーに話を聞くんで、なんか全部英語で行かなきゃいけないのかなと思って、英語得意だから失敗しました。今度は私は久しぶりですね。久しぶりですね。本当に。あの大学行ってる人と行ってないの違いあります。か一つお手軽にお願いします。あのマッシーが。 アメリカへ、うん、これ実は留学をする形で行ったのがこれ昭和39年年ですよねちょ東京オリンピックの時ですね。そううですね、えー、もう今から40年以上44年前になりますね。えー、今はどんどんそのメジャーリーグを目指して、えー、なんかこう自由に行ける時代になりました。はい、あの頃は 想像できないような時代でしょいやもうやっぱりあの当時のね日本の,その、まあ、大選手がですね、えーえー、超一流選手でもね、えー、アメリカなんか行ってねとてもじゃないけどあの対戦なんかできないよという、うん、それだけのその。 運転の差というかね、うん、あのメジャーリーガーはもう雲の上の人がやってるような、えーえー、そんな感じの時でしたからね、うん、私がまさかねそうなるとは思わないしいけるとも思わなかったしねただマッシーは法政二高卒業して、はい、南海ホークスに入る時にですね、はい、鶴岡一人さんという監督さん、はい、まあ鶴岡さんというのはあのー、今でも最多勝をマークしている監督さんですけれども、はい、非常にこう新しいことを取り入れる。

今日、親父がね、ステーキ食わしてくるってく、ね、っん、ね、<laughs> で行くその往復の中ではね、えー、だからといってあの何回は、ね、入らないよということはよく言ってたんですよ。うん、でところが3年のその夏に私は県大会の準決勝で負けたもんで、えー、もうオフだったんですよね。えー、で、えーまあ、実家に帰って8月のいつだったらちょっと忘れましたけどね、うん、中頃に、えー、鶴岡さんが急に来ましたね、えー、朝。 うん、それでまあ,あの父親とは何度か話は知ったんですけど最後の交渉に来てですねいろいろ話してましたその時に帰り際に「村上君もし南海に入ったら野球留学を考えてもいいぞと」と、うん、その一言が何か知らないけどね、うん、ああいいなと思ってつぼ、えーまあ、さん帰った後にね両親と話してね「うん、アメリカに帰ってくれるんだったら」 何回入ってもいいかななんていう肩しちゃったんですよねそれでまあ南海ホークスに入団をして、はい、そして昭和39年にアメリカ大リーグに、まあ、これは留学の形でいきます、はい、で,ですから最初から大リーガーだったわけではなくて一番下のシングルエースからスタートをします,すその話は後ほどゆっくり伺いますが、はいはい、大リーグに上がった時の初めてね、ええええ これ当時のなんか珍しい新聞<あ>持ってらっしゃるんですね。ええ、あの今日ね、ええ、これをちょっとこれはちょうどあの,、ええ、そのメッツ戦なんですけどね、はあ、ニューヨークのシエスタジオンね、ええ、もね今年でもうちょっと球場もなくなっちゃうんですけどその時に投げたその時のフォームなんですけどここにもおその時のね、ええ、当時の 鏡を見て何かやってるところ記者の人にえまあせがまれて撮ったんですけど<ー>、そしてまたここにはねえ村上カミデビューオイ、うん、フスっていうかな to、うん、メッツというふうにこう書いてあっていろんな私のことが書いてあるんですけどえ内容は私はよくわかりませんけどそんなことはないですよ <laughs> ということにしていきましょうよ <laughs> でもこうこの新聞はもうあの 茶色っぽくなってね、ええ、セピア色になってますけどね、ええ、まだまだきれいな方ですよ、ええ、でも、ええ、あ,あ,あの二十歳前の10代の村上青年ちょうどね二十歳,歳になった時向こうでちょうど二十歳になってますその記念品としてはこういう新聞と、はい、それからボールもお持ちですよね、うん、ボールはね、えええー、はねっきり言いまして、ええ 私、クーパースターンへグッズを寄贈したんですけど、記念のですよねクーパーねグラブとかね帽子とかだけどマイナーで勝ったボールは初勝利したボールはクーパースターン上あげたんですそうですところがアメリカでやってる時当時はですね勝ったボールとかそういうのは最後投げてもねスタンド全部投げたんですよ。 この96年の、ね、9月の20日、ええうん、対のレッズ戦なんですよ、うん、これ4イニング投げて6789投げてセーブしたんですねう、はい、で4イニング投げてワンヒットで4つの三振を取った、うんえー、そしてまあ名前を自分のサインをしたんですけどね、うん、まあしたがってあのマッシーが第1球を投げた時から四十、まあ、数年経ちましたけれども、はい、本当になんか覚醒の感が。 あるとというね<え>ことでしょう、ね、まあね、あのー、確かに私は投げてからノ茂が投げれば30年もうこれでもう終わっちゃったかなと思ったんですけどね、うんえー、こうやって活躍している選手がねどんどん出てくるっていうことは、まあ、日本の球界にとってはマイナスという人もいるだろうしプラスという人もいるだろうしでもアメリカの、あのー、メジャーのゲームを見てると楽しいねという、うん、ね、はい、やっぱりその プレイヤープレイすることもですけど、えー、見てる方の人もすごく楽しんで、うんえー、見ていられるという,、うん、う球場に来てもねあの雰囲気は違うしう、ね、あの日本人の観光客が行くと、うん、あの帰ってきて観測って違うね違うね」と、うんはい、そういう、ね、ものすごく印象が。 あの残るみたいですよナショナルパスタタイムと言われていますけれども、ええ、本当にそのアメリカの野球の素晴らしさというのはそのプレーそのものだけではなくてそこに取り巻くスタンドもファンも、はい、あるいは組織も、ええ、そういうことも含めてやっぱりまだまだあの日本が勉強していかなければいけないそれは間違いなくあると思いますね。日本人メジャーリーガーリガ 村上正その名前は徐々にアメリカで浸透していきましたいつの間にか呼び名はマッシー・村上にマウンドから 18.44m その距離で感じる名選手のオーラは特別なものでした60年代村上さんが肌で感じたメジャーリーグとはアメリカへの留学が、まあ、正式に決まった、はい えー、昭和あのねこれはねあの広島の呉のキャンプの<ー>終わるちょっと前もう20日ぐらいでしたかね。でああの鶴岡さんからね「えー、おいお前らあのアメリカ行くぞと」と、えー、後輩2人とね、えー、田中と高橋っていのがいたんですけど、えー、まあ新入団の選手とね、うん、行くぞになったと。ですぐにあの田舎へ連絡して。えー そしてあの住民票とか小関松鳳とかそ <laughs> うい、ん、その嬉しかったですかいやもう不安はありあの,あのね入った時にね<ー>あの私その38年に行かしてくれるかも思ってたんですよそしたらその年にあの杉浦さんとあの同期の林って、はいうのがいてで彼らがあの キャンプに行ったんですよね。でですね、2月の確かキャンプだったですね。あの影山さんと3人行ったのかな。10日ぐらいね、行ったんですよ。で、あ、なんだ鶴子さんあれ口約束だと思ってね、がっかりしてたんですよ。そしたらそのキャンプの終わるね、2月の末ぐらいにそういう話できて、それで慌ててキャンプをの終わるちょっと前に神戸に行ってビザの申請とかいろんなね手続きをして。 で3月の10日に行きました3月10日、ええ、でも飛行機に乗って外国行くなんてことはいやなかったわけでしょう,う、ま、だからね行ったわけなんですけどね、えー、もうその時はでもなんかルンルン気分でしたねあそうですか修学旅行かなっていうでも向こうに行ってもこう留学の形ですし当然その メジャーリーガーの中に入っていくわけはなくて、ええ、アメリカはその下がトリプル a ダブル A シングル A と非常にこう組織だったのですねす、はい、で一番下シングル A に行ったんですか、うん、その下にルーキーというのがあるルーキーリーグには今年その年に入った田中、ええ、高橋が行ってなるほど、うん、私はシングル A で、ええ、もう大体もうシングル A に行くというもう決まったんですよ。<ー> まあでもキャンプ終わる頃になったらトルプ a a の監督は後で聞いたんですけど彼はエ a の力があるなということはあの後で聞いたんですけどねでもシングルへのフレズノというところが日系人が多くてそうですだからそういう意味ではねあのまあ一人で行ってもねそんなに不自由しないだろうというまあ球団の配慮もあったと思うんですよね。でもフレズとというところは 私は結構アメリカ回ったんですけれどもさすがに行ったことがないところですがどんなところ非常にシスコから南東の方にですね2時間半から3時間中に入っていくんですだからものすごく暑いところですよでまあ周りは農場があってですね麦とかそれとオレンジとかそういうところが結構あるんですよねだから夏なんかはやっぱり40度ぐらいの気温になったりしますよ でそういうところでのこのシングル A の中でのね、ええ、その野球のトレーニングもそうですし生活環境も、ええ、言葉の問題だとか、ええ、もういろんなものがあったわけでしょ、ええ、まあ一番ね困ったのはあの日本の通おりだと思っていたのが、ええ、向こうに行ったら給料出なかったことまず。ええ、でキャンプで行って、ええ、3月の時に渡米して月末に出ないんですよ。ほ<う>で持ってたお金をね使ったんですよね出ると思ってるから。ええええ で急にこう閉めてね、ええ、それであの生活して、で四月のもらったのが四月の二十日ぐらいから始まって五、えー、日か六日間、やっぱ一週間ですねの最初の給料はそのくらいもらったんです。要するに一回その一週間分をもらったわけですよ。そこから給料が出るようになったんです。あ<ー>だから月に二回ね格、うんえー、週という感じでもらったんですよね。う まあよくその大リーガーとですね、それからあの下の組織のの差がある、よくそのハンバーガーリーグと言われるぐらい食べ物もその差があったと言われますが、それ実際どうでした？あ確かそうです。あのハンバーガーはトリプレーの方なんです。あトリプレーです。私なんかホットドッグなんです。ホットドッグ。え。ああ。だからあの。 球場行っっててね、ええ、練習なんか終わってお腹くでしょう、ええ、そうすると大体ホットドッグを2つ買ってコーラを1杯飲んでそれでえーまあゲームをするという。ええ、だからそういう意味ではあのチームメートもね、うん、やっぱり中南米から来る若い人たちなんか私より給料安いのいっぱいいるわけですよ。うんうん、アパートをみんなで借りて、うん ええー、一部屋に三人ぐらいず、で住んで、それで共同で生活して、うん、苦しい中でやったんですけどね。実際、この野球やってですね、えー、そのレベルですとか。それから、え、日本とこんなに違うんだとかね。いやいや、まあ、シングル、A、だったら、大したことないわとか、その辺の感覚はどうだったんですか。うん、あの、自分はですね、非常に、あの、調子良かったんですよ。<ー>で、調子は良くて、まあ、あの。 まあこのぐらいだったらまあ抑えられるという気持ちもあったんですけどね<う>あのやはり向こうの組織からすると、ええ、えそこに入ってきてるのはまあ力のないのもいるかもわからないけど17歳から23歳ぐらい、うん、までなんですよね、うん、23、まあ、人の選手がいてそれで監督1人だけなんですその時はほ<う>ビルワールっていう監督がいてね。ビルルルワーーささんんええサンンフフランスコシールスでレフティ・オドルさんが と一緒に日本に来たことあるんですよ親日家でね,<ー>ねあの飼い猫が悪魔なんていう名前も付けてたんですね<ー> <laughs>、まあ、その人は非常に親日家でねあの大事に扱ってくれてですねだけどやっぱり教えるのはですね、うん、日本のもう最初から順序にこうあの段階を経てですね、うん、いっぺんにトップレベルのところを要求するんじゃなくてこの辺のところは。 この力の下はここら辺でいいんだなという認識しながらやってますからだからそんなにギャギャ一生懸命やればそれでいいんですレーはすすごんでけどね実際に投げてみてですねそのフレスノでその時に相手とのバッターとの感覚ですとかね結構抑えられるなとかねいや打たれちゃったとかねそれから新しいボールを覚えるとかそういうことはどうだったんですかあの チェンジアップっていうのは聞いたんですけどね、ええ、日本でまだ投げてるピッチャーいなかったんですよ。はあ、で、まあ、今,今はいろいろなチェンジアップありますけど3本指でねこう投げろと、うん、で手首を使っちゃいけない肘でへスッと下ろすような感じで投げなさいってやったんですけど、うん、まあでもそれ投げなくても、ええ、あの速球とカーブとスクリーリボールがあったもんで、うんうん、これをね スクリーボールはもうまだ覚えたてだったんですよ。<ー>うん。でもこの三つをなんとか投げるとね、うんえー、抑えるったから、それでずっと通したんですよ。ようん。だからスクリーボールを投げたので少し、えー、あの手の位置がね、<ー>下がったかもしれません。なるほど。ちょっとこう下がり気味のあの写真を見ることが多いですね。それでそのフレーズの時代というのは。 ということは何ヶ月いたんですか。だからあのシーズン始まったのは4月の20日ぐらいでしょ。ええ、だから5、6、7、8と、うん、8月の30日で、えー、終わりましたうん。これはどのぐらい勝ったんですか。だから11勝7敗して防御率が1.78かな,かな、えー。2点切ってて。うん、それでまああのねその時まあ呼ばれたのはね結果的にですね、ええ、あの106インニング投げたんですよ。ほう リリーフで1回先発あったんですけどね、うん、で106ンのうち三振を159取ったんですよへえだからまあ1試合に3個ぐらい出してない、うん、でコントロールもいいし三、うん、振も取ってるということで、うん、当時の,あのメジャーの監督だったアルビン・ダークっていう人がですね、はい、えそのマイナーからの報告書を見てですね、うん、ジャイアンツだはこういうピッチャー欲しいなと。うん それにまあ自分が一番マッチしたとあのちょうどフレズのジャイアンツというのは優勝したんですけど MVP 取った外野手もいるしねシニア取ったのもいるし再達、うん、を取った左の先発もいたんですよ、うん、だけど、えー、その誰か行くなと思ったら自分が呼ばれたんですよねそしてこれ最初の当番というのは、はい、いよいよ大リーグデビューというのはまあ最初に新聞でご紹介しました、うん、これが。 ニューヨークメッツ戦、ね、そうですね。ですね、シェイスタジアムですね。うん、あのその時はちょうどあのニューヨークでねワールドフェアやったんですよ。うん、でメッツの球場の道路の向こう側でやったんです。<ー>で球場行く前にワールドフェア選手とみんなで見て、えー、それで球場入ったんですね。えー、はで一昨日までやったのは300人400人の暗いところの、うん。 球場でやったのが4万の入るタクトリ高専ねあそこ5万五6千入るんですその球場でねやったわけなんですけど一つねエピソードがあるんですけど練習やってたら呼ばれたんですよ「マシカモン」って言うから何だろうかって言ったら GM が「マシここにサインせ」って言うから私は「ノーっつったんですよで言葉が分かんないんですよはっきりは。で契約書なんですよ で、俺は日本から来るときね、もうサインしたと。うん、で、だから日本は一回だったんですよ。ずっとね。うん、だから日本じゃもうサインしたからもうそれでいいだろうったらなんだかんだって言うんですよね。うん、で、いや俺わからない契約書はサインしない。と困っちゃってね。うん、で誰かがですね、スタンド行って英語の分かる日本人呼んできてですね。<laughs> で村上さんでこれね、あ,あ,あのメジャーの方の契約だからこれあ,あ,あのやらないとダメです。それで。 いやえっ、ー、とプレーボール十五分ぐらいまですサイして、もうメンバー交換してるんだけど、<ー>ですぐ電話をしてね、えー、マシオーケーかってコミッションに電話してました。うん、<laughs> でその試合に投げるんですか。投げ,です投げる、ええは。これはどんな試合展開でどういう場面ですか。あのー、要するに八回の表が始まる時にですね、四、うんうん、対零で投げたんですよ。うそうしたら八、えー、回の表が 始まる時にブルペン電話があって、ええ、えもしこの回点が入んなかったらまっしがいくぞと慌、うん、ててピッチングやってねで点が入んなかったんですよ、ええ、で8回の裏に、ええ、まあマウンドへ行ったわけですよねでその時に4万のお客さんでしょ、うんうん、だから上がっちゃいけないなと思ったから、うん、ブルペンのフェンスを出た時にね、うん、ちょっとあの向こうではちょとヒットナンバーだったスキ焼キソングを。 ちょっとハミングしながらあの前年流行ったんですよね「上を向いて歩こう、ね」がねすき焼きソングねそれをちょっとハミングしながらずっとね、えー、今みたいに走ってないんですよ歩いて行ったんですよ、えー、でマウンド行って、うん、それで、まあ、ウォーミングアップやってね最初のバッターもうアウトコースのまっすぐを投げようと思ったらキ,キャッチャーのトム・ハラーがやっぱりそのサインを出してくれたんで OK で、まあ、パチッとなったらこ、まあ、このアウトコースの、うん ちょうどこうなんとか低めも高めももう本当にコースも,もう文句なしのところでパチッとストライクって言われてでほっとしてまあそのバッターは三振取りまして、ね、このバッター何ていうんですかチャーリー・スミスって言いましたね、ええ、後でね私ね最初分かんたから、ええ、全然あのそのスタメンとかそういうの分かりませんから、ええ、で今ここにねあるんですけどね、ええ これ記念の、えー、そうです。<ー>えー、ある人がこれ送ってくれたんですよ。<ー>あなたが最初にね、うん、最初に、えー、三振を取ったのがこの上の選手、チャーリ,ース,ミス,ャリースミス。チャリスミス。ああ。で下にベースボールカードがありますね。私のこれカードですね。でうる裏,裏には私のマイナーの記録が載ってます。<ー>でこの左のもあの。 これはタコジャイアンツって昔シアトルのあそこにジャイアンツはトリプルーやったんですよそこから来た選手でディック・エステルって左の先発ピッチャーなんですよ私今一番長く仲良くしてる選手なのニュージャージーに住んでまして去年ちょっとニューヨーク行ったんでね電話をしてね会えるかなって言ったら用事があって無理だなんて言ってましたけどねでその上のチャーリー・スミスを打ち取った打ち取ったでもこの人はどんな選手だったんですか まあ特別すごい選手はなかったんですだから私も記憶も何もないしそれは相手がハンク・ハローだとかねフランク・ロビンソンだとかそういった選手だったらちょっと覚えたか分かんないけど全然分かんなくてまあそのままずっと誰に投げたか全然分かんなかったです。 あの何だっつうな何だっけ日本のように打席こう順番にこう書いいてないんですよあ<ー>だから自分が投げた時には誰から対戦したってのは分かんないかですよ、うん、んないあまあ言ってみれば歴史的な第一歩がスタートしていきましたで当然まあ2年間ティームメイトとも仲良しもできたでしょうしあるいは対戦相手の,その、まあ、大リーガーの素晴らしいスーパースターとも 面識ができるようになってきたと思うんですが今度記念品をちょっと見せていただきたいのは当時の皆さんの名前が書いた寄せ書きがありますね。こここにあるんですよねれがですねちょっと60年もあるんですけどどこへしまったか分かんなくてとりあえずこれが65年のね翌年になりますからね。その これはもうシーズンが終わる頃ですからメンバー多いです、そののあのメンバーを書いて、ここにあるのがウィリ・ー・マッコビーですね。ー、マッコビで、これが先ほど出たディクエステルって写真出てるね、レースボールカードの人、あとはですね、メイズがどっかにいるんですよね。 あ、これがここにウィリー・メイズです。ウィリー・メイズ、ああ、はい、いますね、はい。で、あとはセペタもいましたオランド・セペタもね、えー、あるんですけど、えー、どこにあるのかな。ちょっと <laughs> 多すぎてねわかんないんですよ。えー、ああ、ね、でもこうしてみると相当たるメンバー、特にあの日本のファンの方もウィリー・メイズといえばね。えー 彼はバッティングだけではなくて有名なキャッチがありましたからポケットを走っていってこのままファットを取ってね今、一路もできますけど当時は画期的なプレーでね彼はホームランも打ったし趣味もあるし足は速いし彼私よより身長低いんでですすそうかだけどこうやって座っててて横に座るでしょ。 ただから膝の位置がね、彼のは上なんですよ。<laughs> ええ。おで、ええ、あれおかしいなと思ってちょっと立てつってね、お、ええ、で腰の骨を比べたらね、うん、やっぱりこのくらい彼の長いんですよ。上なんですよ。おで身長はね、一センチか二センチ低いんですよ。ええ。だからトータル胴の長さは、彼のがもう七八センチ短いんですよ。うん まあ、いやメジャーのもう両リーグ分かれて110年ぐらいに、ね、なりますけど<ー>そのメジャーの歴史の中では10に入る選手だと投げて、打って、守って特に今お話になりましたあのワールドシリーズでの,、ね、ーあのスーパーキャッチというのは<ー>必ずあのナイスプレーではもう本当に最初に出てくるような。 ありますね私も一度ねえっと65年でしたがねフィリーズ戦フィラデルフィアでやっぱりセンターこうフライ右中間寄りだったんですけど取ってですね取ってすぐにスコアボードから上がったんですよそれをねもうドンと当たるのは怖いからそのまま足でねパパッといってねプッと回転してですねれでももうう起き上がったすぐ セカンドへボール返したっていうのを見ましたけどねあれもものすごくあすごい選手だなとでも心強かったんでしょうねそういうそのスーパースターたちが後ろに守ってあるいは打つ時にはオーダーにずらっといるわけでしょ偶然にもねメンズと私はね年は違うけど5月以日の誕生日が一緒なんですそうですか力はだけど う嬉しいことに65年彼はあの家に、ねええ、招待してくれましてね選手の人は、ねうん、10人ぐらい招待してホームパーパティーやりまししたたよ、うん、あれは嬉しかったですね<ー>、ええ、そういうそのアメリカ大リーガーの選手たちっいうのは仲間意識っていうんでしょうかね<え>一緒に戦った、ええ、そういうその一緒に同じチームにいて戦った人たちをとってもこう大事にしますよね。しますええ、あのー 日本で言ったら飲みに行ったりとかそういうのはあるんですけど、ええ、アメリカで最大の接待というのは家庭に呼んで、ええ、えまあ家庭料理ね奥さんの料理とかそういったサービスをするのが一番の接待なんですよ。ええええ 日本とはちょっと違うところなんですけどねだから彼はそういった気持ちがあったっていうのは人間的に素晴らしいなと思いましたねで行った時にね「マシーカモン」っていうから2階上がったんですよ彼の寝室へ連れてくんですよああ何なんだこの人はおかしいんじゃないのと思ってね内心そしたらねちょうどあのクロークのところの引き出しをねパパッとこう上げてねでね出したね「あっクラゲる」って。 き、えー、今日忘れちゃったんですけど、彼、えー、カフスボタンをくれまして、<ー>えー、ダイヤとルビーの、えーこうで、なんかね、デ、えーえー、ビルと、うん、エンジェルかな、うん、なんかこう、できたのをね、これ持ってけえなんですってね、私の記念ですね、それが。 鶴岡監督率いる南海ホークスへ村上さんは戻ります日本で103勝を挙げたものの2年間のメジャー生活への思いは消えることがありませんでしたアメリカを経験して帰ってきた日本の野球は村上さんの目にどのように映ったのでしょうか こうして1年目大リーガーとしてマウンドに上がったのは全部で、まあ、残り少なかったわけですから、ええ、15イニングだそうですね九試合投げたわけなんですけどスタートが良かったもんですから、ええ、だから、メッツ戦でも、ねうん、あの負けゲームですから8回で裏だけでしょ。ええ で休暇の表にね点が入ったんですよ。でここでもう三点入んなかなと思ってね。そうすればもう一回投げれるなと思って。なるほど。あの勝つとか負けるとかじゃなくてもう一回投げたいなって気持ちはあったんですね。でもその一年目が終わって評価は高かったんですね。そうなんです。あの私はほら行くときに野球留学ということですからもう6月ぐらい帰る予定をしたんですよ。だけど何回クスも 声がかかってこないし、うんえー、ホークスのチームもものすごく良かったから、うん、私は必要じゃなかったしね、うん、まあそういうのが、まあ、うまく、まあ、私のうちには幸いして、うん、で、まあ、帰る際に、えー、まああの難解が OK だということだからということで、うん、私はあサインをして帰ったわけですよ。うん、まあそれが えなんかちょっとトラブルのでですねこれでまあ1年目の成績が良かったので2年目にサンフランシスコ・ジャイアンツはもう自分たちの選手だと思って契約はできていると思った南海ホークスはとんでもないと、えー、もう帰ってこいとそれでこれはまあコミッショナーが出て内村さんだったと思いますがこれでいろいろ裁定を行った上で結局もう1年プレーをする。えーはい でもどうでした？正直言って嬉しかったですか？いや嬉しくはないですよ。嬉しくないですか？ええ。あのまあ決まってもう一年向こうに行くよと。ええ。で三年目は本人の判断でいいよということだったんですけど、そういう表向きがあったんですけど、三年目は何回だよと。うん。ね。それは。帰ってくるんだよということをもう強く言われてましたから。うん。だから。 いやその契約をしてその帰ってきてね、えー、そのオフにですね私はある人とまあ食事して、まあ、鶴岡さんの仲のいい人とね、うん、食事したんですけどね、えー、飲んでた時になんか悲しくなっちゃってね、うん、そうしたら「お前そんなに来たいのかと」と、うん、じゃあ俺が鶴岡さんにねなんとかお願いして、うん、来年もじゃあ行くように頼んでやると。うん、その代わり その後は4年目は帰ってこいよということだったんですけど,ど、うん、自分は鶴ヶ半島約束があるから行きたいけどそれはできないということでやむなく3年目は日本の。ということは今の話は2年目プレーをして3年目帰った時に実はアメリカ大リーグでもっとやりたかった。やりたかったんだ。だけどやっぱりその何ていうんですかね 約束何回、うん、が私をね契約金出して取って野球売りさせてくるという最初の,その計画と、うん、今現在行われているそのものとはちょっとマッチしないところがあったから常識的に考えたらあのやっぱり帰るべきだろうと思って、まあ、帰ったわけなんですけど、うん、まあ今思えばですね、うんえー まあだだこれでも言っとけばよかったなと思いますね。うん、まあこれで日本に帰ってきました。ね、でどうなんでしょうかね。その当時あのアメリカの大リーガーの第一号のマッシー村上が帰ってきた。これは日本の球界でのそのマッシーを見る目ですとかね。はい、それからティームの中での自分の置かれたこのピッチングスタッフの中でこれどうだったんですか。 あのそうですねやっぱり活躍しないと当然活躍しないといけないということもあったしチームメイトもそう思ってたでしょうけど私の帰ってた時にある評論家が書いた新聞とか雑誌を見てですねちょっと手のボールの出所が低くなっちゃったとスクリューブを覚えたからあれじゃあもう大成しないと書いてあったんですよ。自分もねやっぱり もっとやっぱりあのいいピッチャーになりたいということだってそれで腕上げたんですよ、うん、上げたらもうフォームが分かんなくなってバラバラでーボールがいかなくなっちゃったんですよ、うん、走んなくなっちゃって、うん、それで一、まあ、軍に鶴岡さんがねあの、うん、置いてくれてなんとか一軍でリーフをやりながら2年やったんですけど3年目に、えー、キャンプで肩壊しましてで治ってから今度はあの2軍のところで練習してね、うん、その時ちょっとじゃああの で下げてみようかと。うん、で投げてうちにだんだんそのタイミングが合うようになってでその年に6月29日に発症でしたかねええ、そしたらそのままさあっと勝って終わったら18勝しちゃいましたなるほどそう、えー、18勝した年がありましたね、えー、結局村上さんのフォームというのは真上から来るよりもちょっとスリークォーター気味に来る方が良かったんですね、えー、高校時代はスリークォーターだったんです ええ、それがもうちょっと下がっちゃったんですよね。結局。なるほどね。まあでもそれが一番あの足腰のバランスと肘肩のね、うんえー、バランスがマッチしたところだったんですよね。ええ、当時の南海ホークスというのはまああのマシーを引っ張ってくれた鶴岡さん親分と言われた方で、ええ、非常にあの新しいことを取り入れることもあのお上手だった方で。 あのスタンカーをはじめですね,ですね外国人の操縦法はうまかったですね,、うん、ねあのピートとか、ね、ハドリとかいたんですけどね、えー、あの私も何度か連れて行かれたもらったんですけどね、えーえー、外国人の選手が来るとね選手はもちろんなんですけど家族をね必ず天ぷらに食べに連れてくんですよ。 亭主のね市場を、うん、叩いてね、うん、しっかりやれよというような、ねうん、雰囲気を作るね、うん、そういうところはねうまかったですね。鶴岡さんは「親分」とニックネームがありましたけれども、はい、そういうあの選手に対する眼力、はい、その中にもマシーもそうですし何といっても野村さんが、はい。 いそうそうたるまあ杉山さんですとか、はい、もうメンバーたくさんいましたね名前が杉浦さん杉浦さん,、ね、浦さんそうですね三浦皆川広瀬さんそういった、ね、そうそうたるメンバーがいましたね当時は、えーえー。ということは南海時代というのは、まあ、アメリカから帰ってきてからでも18勝する時も含めて、はい、やっぱりあのいい思い出になりました、うん、あのー そうですね。苦しかったですけどね。うん、ええー、思い出しては良かったと思います。うん、ただ、やっぱり心の片隅にはね。ええ、やっぱりアメリカでやりたいのはいつでもありましたよ。ああ<ー>、ええ、そうでしょうね。ええ、やっぱり帰ってきてみると。当時のアメリカのこう野球に対するシステムですとか、はい、ファンの反応だとか。ええ、日本に戻ってくると、また日本流があったわけで、そのギャップっていうのはすごく感じたんですか。ええ、特に、あの、帰ってきた時は。 ちょっと調子悪かったもんですから、ええ、スタンドのお客さんの、ね、反応っていうのはものすごくきつかったですね、ええ、お前なんかな向こう一番ちえとかね<ー>要するにまあこれはねひいきになってうもう活躍しないからむしろ、ね、尺に触るんでしょう<ー>だから時々あのよくあのブルペンで投げてるとねお客さんと喧嘩してね、うん、で岡本さんがコーチやったかな、ええ、あの頃ですね 選手、えー、だったかな、えー、私がブルペンで喧嘩してね、うん、リーフ村上って言ったらね、好投するんですよ、うん、そしたらあとになったらね、<laughs> 村上、お前、ちょっとな、あのカッカして投げた方がいいわっつって、また喧嘩してマウンド上がれなんて、よく言われましたよ、まあ、でも、マッシーの,そのピッチャーとしての活躍をしたというのは、実働18年、ね、実際には20年間にわたって、はい、ですから、ずいぶん長続きしたなと思うことと、 あんまり皆さんあの知られてないんですがマッシーは103勝してるんですよね。<laughs> な,なんとかかね。で先発もあれば中継ぎもあれば抑え,抑えもあればね。はい、だからあの今30セーブを日本で残してますけど、ええええ、最初の頃はセーブはなかったでしょうだから最初の78年ぐらいかな、はい、はそういうのはなかったから、うん、だからちょっとはっ あればもうちょっとね、うん、50ぐらいいってるんじいなあそうですねでその後は現役終わってからはコーチをなさいましたね、えーはい、これ3球団日本、えー、ハムと大英スの1年目と、はい、で西武ライオンズですね、うん、はいそうですね、えー、まあコーチをなさいましたでもその現役を退いた後もですねあのアメリカにあのコーチングを見に行ったり、えー、出かけられたじゃないですか、えー、確かに。あのー ちょうど行った時にですね私83年にはもう一回トライアウトしたんですでも最後で切られましたけど家族を1年ね向こうで生活させてまた日本に帰ってきてコーチしてまた向こう行きましたね。でキャンプの時だけはジャイアンツのコーチをピッチングコーチしてでまあ日本行ったり来たりなんかしてね。ということはやっぱりアメリカへの思いというのは。 その日本で党首生命が終わっても、まだやっっぱりあったわけ、ね、そうなんですよ、ね、アメリカへのね、ね思いがね。まあだから、大臣の故郷というかね、うん、特にサンフランシスコは懐かしいところですよね。村上さんが歩んできた野球人生、アメリカでベースボールを経験し、日本のプロ野球へ、それは当時、誰も経験したことのないことでした。 その村上さんが感じたメジャーと日本野球の違いそして今日本野球界はメジャーから何を学ぶべきなのでしょうか日本で現役を引退してからそれでもまだマッシーのそれは一緒に戦ったチームメートだけではなくて。 その中には、まあ、優れた素晴らしいそのスーパースターたちとも戦ったその思い出っていうのは非常に心に残ってると思うんですが相手チームの中でこのスーパースターっていうのはいやね私はね、ええ、自分の気持ちの中に残ってるのはね、えええー、ピート・ローズとロベルト・クルメンテなんですよ。 14番ですええ、ね、ね、うん、65年の6月のあ7月の22日に、ええ、これは新審査で行ったんですよんで新審査で行ってあの私はビジターですからあのピッチャーが外守ってるんですよね、はい、バッティング練習の時にでライトを守ってたんですでライトを守ってバッティング終わりっていう時にビートローズはもう次ノックだから、うん、グランドさーっと出てきて私はボールをこう拾いながらあこうやって集めてねでセカンドの辺に来たからセカンドやったから。 そしたら私のところへパパッと来てね「へいまシし!」って来るんですよんな。なんだこのおっさんはと思って、うん、そしたら「お前らメジャーでやるにはな腕まくりしたんですよね右腕をガッとまくってこのぐらいのな腕じゃなきゃなやれないんだ」っていうことでね、えー、私のこの、えー、ふくらはぎぐらいの腕を出してですね 威嚇というか、うんね、ふざけんなこの野郎と思ったんですけどだけど私ね彼は4,256本かな売、はい、ってるんで最短で売ってますけどホームランはね100本前後なんですよ。で,である時2000年ですかねフロリダ行った時にね彼のお店に行ったそしたら彼がいてで「俺だよ」ってったら分かんなくて。 でマッシュ村上って「おお!」って言ったらお客さんに、ね「おおこいつ村上で俺はこいつからなホームラン10本打った」って「ふざけるなと」とねもう30日間やったらするのにね100本ぐらい打たないのにんで俺のほが10本打つんだ」っつってねところがよく調べたら私一番打たれてる何<本>トータル的にねいろんな選手打たれてますけど、うん、彼が2本打ってるんですよ。ええ ですんませんっていう感じ今思うのはね、うん、最近それ知ったんですよ、はあんな、ええ、選手にねと言ったらまあ失礼だけど長打力のないのに2本打たれて他の選手には1本 1>、うん、ほとんど1本なんですまあ安打製造機と言われた、うん、それから何といってもヘッドスライディングですからね,ねものすごくファイターでしたね、うんええ、素晴らしかったあの頃のレッズというのはスパーキー・アンダーソンのもとにビッグレッドマシーンと言われた、ええ 後にその時代が非常にクローズアップされますよね。ええ、だからね、まああのいいチームに投げて戦ってね、うん、てあの特にねメジャーの110年ぐらいのあの歴史の中で、えええー、その60年代70年代ってものすごく充実した年と、うん、まあ言われてますから、うん、自分もそういう面ではすごく誇りに思いますよね。そ,ねそしてもう一人いるんです。おもう一人<夢>ロベルト・クレメンテ。は で、これがクレメンテのね、えー、<ー>サインなんですよ。で、ここに、To トゥー、マシって書いてあるんですね。はい、でベストウィッシャス、幸運を祈りますと。<ー>で、ロベルト・クレメンテって書いてあるんですよ。<ー>で、彼は、あの、実は、事前活動をしましてね。ねあの、三、えっ、ー、と、何度目だったかな、あの、集団で取った、あ、三千本を打った年です。え、その年に、ニカラグアの震災の、はい。 救援物質をオフ運んだんです。で、12月の30日にですね、うん、その物資を運んだ飛行機がサンファン沖のね、うんえー、海にカリい海に落ちて死んじゃった。はい、そしたらコミッションはすぐに、うん、あのまあロベルト・クレメンテショーというのをつけたんです。はい、で、彼はあの夏にちょうど行った時にですね、私が上半身裸でつづったんですよ。うん、そしたら私の時して、おい、お前あのオルトメイズとどっちが上だって言うから、私は、うん メイズの上だって言ったら何言ってねちょっとムッとしてたんですよ <laughs>、えー、でムッとしただってメイズはその年 MVP 取ったんですよね三割1分なんて52本ホームラン打って打、はいえー、っても120ぐらいやってねでだからどうしてもやっぱりメイズの上でしょう。うん私もオベンチャーな言えないからだからねそう言ったらねまあそういうね、えー、何言ってんだなんていう いいいいよなんか面白い思い出ですね確かにメイズは守りも良かったですから、ええ、でもクレメンツが優れているというのはその野球選手としてだけではなくてそういうそのチャリティーと言いまかすか救援物資をあの運んでそして最後はその飛行機が墜落して命を失ってしまったというこのことをアメリカの国民は、ね、アメリカの野球ファンというのは生涯忘れずに、ね あの最も人道的なプレーをこの1年やった選手にクレメンツ賞をやります、ね、送るんですよね。ええ、もうその選手の名前をつけて後世に伝えるという、うん、そういったことを、ね、コミッショナーはすぐ考えてくれますから、うん、あ非常にその歴史を伝えていくことができると思うんですよね。はい、日本もあってほしいいなと思います、うん、これがまし一番ね,ねアメリカの野球と日本の野球の中で違うところは。はい その昔活躍した選手を大事にするそれから野球をこう文化にしていこうという、ええ、そういう思いがですね、ええ、みんんんななあるんですよねそうだから私もほらちょっと先日稲尾さんが亡くなりましたよね、はい、去年ね。ええ、で「神様仏様稲尾様」って言ったんだから、うん、せめてパ・リーグがね何か稲尾賞みたいな、うん。 こう作ってくれるとありがたいなと思うんですけどねこういうことに関してはアメリカはやっぱりその先人の素晴らしさというものを讃えていく、えー、その一つが例えばヤンキースタジアムに行けばですね、はい、あの電動入りをしたかつての名選手の像がですね、はい、並んでるんです,そうんですよね今でもベイブルースに会えるんですよね,ねそうなんです そうういいいとこはですよね最近どの球場でもそういうふうになってきて球場のに入ってみるとオフィスのところの廊下なんかには写真なんかありますけど千葉ロッテなんかでもねスタジアムのところに行くと結構写真が出ててあれはやっぱりちょっとアメリカからいろ呼んでますからコーディネーターねそういうふうになってきましたけどやはり野球ファンがスタンドに球場に来て今のもう見る のと同時にですね昔はこういう人はいたんだというのを、ねうん、再認識してくれるような、うん、そういった環境を作るというのは球界は必要ですよねねそうです、ねはい、ですすからもう日本でも今すっかりおなじみになりましたけれどもあの7回の「セブンストレッチ」はいえー「Take Me Out to the b l ゲーム」うん、あれはマッシー初めて聞いた時ってどうだったんです、うん、あのいや 日本人はそんななのやってなかってかたでしょうこんな時に歌うのか<ー>、ね、最初の頃は何なんだか分かんない何、うん、か歌ってるなあというふうに思ったんですけどね、うん、やはりこれはやっぱりみんながその球場に来て盛り上がるね<ー>、えー、敵味方をあの外してですね、うん、でみんなで、えーね、その歌を歌って、はい、球場の中を明るくする楽しくするという、うん、そういう雰囲気を作ってますから。 あれはいいことだまあ日本もそれをね習ってやってますけどねああいうその野球場に行こうよという歌一つをとってもそうですしそれから昔のプレイヤーをいつでも忘れずにいるというそういう思い、ええ、それから何といってもあの野球殿堂、ええ、あそこに行くとですね、ええ、あ,あやっぱり日本とはまだまだあの重みが違うんだよな 私もだからああののの一番あの残念になったのはね、えー、今の横浜スタジアムあるところ、うん、あそこは私が高校時代やった平和球場なんですよ<ー>別名ルーゲーリック球場、うん、アメリカのチームが来てあそこで初めてやった球場だったんですよ、うん、だからあれは残してもらって、うん、そしてあそこは公園ですからあそこへですね、うん、クーパーさんのようなミュージアムをね、えー、え私は 作ってもらいたかったな、今東京ともありますけど、なんかわからないんです。そうですね。入り口もなんかわからないしね。むしろそういったものを、ああいうところにね、やっぱり歴史を残しておくっていうのは必要だったと思うんですけどね。残念だから。まあ、クーパーズタウンに行けば、マッシーの、その記念のボールは。ありますね。例えば、衣笠さんですとか、福本さんの。そういった、あの、記念品もある。しりなんか、あの、一日がかりで。 あそこで、まあ、楽しんでしかも周りの緑ですとか湖ですとか、はい、本当に素晴らしい、えー、クーパーズタウン、えー、でこういうその歴史を大事にするアメリカって歴史は実は実浅,浅いですだからこそスポーツでね、えー、そういう歴史を大事にする日本は歴史の長い国ですけれどもね。 そのの辺考え方が違うんですよねだからミュージアムがあってちょっと5分ぐらい行ったらダブルデイフィールドがあってそこで毎年ね法の時代やってそこからまたずっと15分ぐらい行ったら農場みたいなとこがあってそこでセレやるんですよそうするとそこに何万10万ぐらいの人が来てね祝福してくれるというああいいうの素晴らしですよねそういう野球に憧れてマシーの後と30年たって野茂がその道を切り開いていった。 しかもアメリカの野球ってのは本当にあの最後は勝負を絶対にするそうですですからそのエンドレスで、はい、延長戦だって午前0時を過ぎてまでまだやってますこれがやっぱり日本と違うんですね。違うんですね本当に勝負をつけるとい日本は勝負といって、まあ、向こうはゲームというえ味でしょう、ええ、勝負とは言わないし、はい、ゲームなんだけどゲームってなんだったらやっぱり根本的には勝ち負けなんですよね。うんだから 引きというのはは実際は面白くないと思うんですよ。だプロなんですからやはり、えー、決着をつけるまでね<ー>、えー、どうしてもできなくなったらまた翌日やればいいし、うんえー、また再試合やってもいいし何らかの形でね決着がつくまでやってもらいたいなと思いますねですからそういうそのプロとしての組織ですとかプレーの中身ですとか。 それからまあ文化的なことそういうものすべてを含めてやっぱりノモをはじめとしてアメリカでやっぱりプレーをしてみたいという選手たちが日本から続々生まれてきたもちろんその契約金が高いというだけのお話では済まされないその質の部分っていうのがあると思うんですね。でマッシーは評論家として今度は大リーグ中継が日本で始まってから実は私も一緒にそうですね。 行きました、ね、ノ茂のオールスターのランティ・ジョンソンとの先発。うんえー、先発ね、えーえー。あれはフランク・トーマスかなんかを打ち取りましたそうですよね、えー。あの時はね初めてあのそのオールスターゲームを目の当たりにしてですね、えー、クリブランドじゃなくてテキストレンジャーとね,ですね行って、はい、そて見たんですけどねもう環境というそのなんていうんですか、えー、球場が本当に華やかであって、えー、そして何しろあの選手が。 そうスコアボード出てこないから誰が変わったか分かんないんですよ。でしました、ね、あの時は富澤さんが後ろにいてね、はい、一生懸命教えてくれました,、ねしたね、ありがたまあでもランディ・ジョンソンとそして野茂の先発というのは日本の球界にとっても本当に画期的なね、えー、その両先発の投げ合いでスタートしたオールスターゲームだったですからね。 もう、のむ活躍してましたけど、うん、一気にその日本人のね、はい、ええー、不安の。目がですね、<ー>メジャーの方に行ったんじゃないかと思いますよ。そうですね。<っ>国際化の中に、今、プロ野球は進んでいるということで。はい、こういうことに関しては、マシーは今、どう思ってますか。私は、すごくいいことだと思うんです。<あ>いいことだと思うんですけど。日本が、日本独自の野球をやるでしょう。うん、それは、な、なぜか、どこなのかと言ったら、うん、一番、あの、や。 やってほしいのはまずボールの統一化。なるほど。はい、ね。ボールのもう触った感じの違うんですよ。うん、メジャーとは。うん、で、私たちが入った頃はメジャーのボールに近かったんですよ。それが今ボールがもうしっとりしてるんです。うん、ね、これはもう投げやすいんですよ。なるほど。ね、だそうじゃなくてボールはこういうもんだということをね、うん、えまずやってもらえて、うん、それともう一つはあ,あの一つはグランドのマウンドの硬さとか、うん、グランドのね硬さ。うん これもやっぱりメジャーに合わせてもらいたいといたととうこと、うん、そしてもう一つねあ,あ,あと二つあるんですよスケジュール、うん、スケジュールはスケジュールどおりにやってほしいということ少々雨は降っても待ってやってほしい、うん、今日ピッチャーいないからもう中心しようとかう<ー>球団主導でやるんじゃなくて日本はそういうところが孤独なところが ありますからこれはコミッショナー管轄でね、うんうん、プレーボールするまではね、うんえー、中止かやるかっていうのを決めてもらいたいということ、うん、メジャーの場合はもうスケジュールはいっぱい詰まってますからどうだっていうともう連名コミッショナーに電話で聞きます、うん、やれって言ったら3時間待ってもやりますよやありますよねそれともう一つ一番あのファンに対してのサービスとしてはですね今年2分50秒ぐらいですかねピッチャーのイニング交代とかあるでしょう、はい あれは私「できないと思います」言っても、うん、無理です。うん、というのはですねまず不安からするとスタンドに来た不安がゲームは見れるけどブルペンが見えないんです確かに3つぐらいの球場はブルペンがスタンドのとこから見えるとこありますけどうんほとんどスタンドの中なんですこれはね、うん、ファンサービスの一環ではないしなるほどゲームを長生かせるねイニングの交代のを長くする。うん その原因を作ってると思うんですよだからあの広島が今作りますね球場、はい、あれがどういう設計をしてるかどうか、うん、やはりブルペンっていうのはね、うん、フィールドの中にあるか、うん、あのスタンドから見えるフィールドにくっつく、はい、隣にねすぐフェンスの横にあるとか、うん、西部の球場とかああいう,うな、うん、ああいうの作ってもらわないと思うんですよなるほどもう一度生まれ変わったらじゃあマッシーはずっとアメリカで野球やります そうですね。多分やるでしょうね、私は。はずっとやりたい。やりたいですね。ね、ええ。あのやっぱりなんか性格的に合ってんじゃないですか。ああ<ー>。やはり性格が合わないと、うん、外国っていうのは生活するのは難しいと思うんですよ。えーえー、あの対物が合わないとかなんとかっていう人いますよね。ええー。だけど私は別に食べ物にはあの困らないし、うん、で向こうの環境にも平気で。 入っていけるしだから先輩とかコーチが「おいちょっと一度もセントルイスでねスタンミュージアルのランチョンパーティー行こう」って行くって言ったら「いいよ一緒に行くよ」って「スタンミュージアルってどんな人なの?」って知らない時だったからあれ有名な選手だったら慌ててサインもらいに行ったりしてねやったんですけどねなんかパーティーやっても平気でね行きますよね。やっぱりすぐ環境に馴染むというそれはすごく大事なことでしょうしね。 もう、ましはすぐ英語も上手くなったし、ぴったり。あれは、やっぱりね、<と>通訳いなかったからですよ。<laughs> 必要に応じて。